ワーアー102、ワーデンの勝利なのだ。圧倒的。長い長い不遇の時代を過ごしたワーデン。勝ったのだ。そもそもこのゲーム、負け始めるとあからさまに苗落ちする人が多くて、後半をし始めると少しつまらなくなるのだ。なんで今回は戦線で不足しがちなものを紹介して、楽しい生産ライフを送れるように紹介したいのだ。 まずはこれベンチロックされた車両や地雷の解除と何かと必要で無意味に持ち出されて捨てられる道具なんだぜでもこれがないと不必要にロックされた車両や地雷を解除できないから絶対いるぜ本当にこれだけを作って各拠点に配ってた時期があるぜ次はこれ双眼鏡 この双眼鏡めちゃくちゃ大事で、本来ならスポッターやタンク指揮官、迫撃砲手などが使うための道具なんだが、無駄にライフルマンが持ち出して覗き見するだけのやつとかいるんだぜ。そんなやつ、新人が多いから無駄に浪費されがちだぜ。次はこれトライポット、三脚だね。 後半になると橋引きで作れるから余りがちになるんだけど、初期や前線では不足しがちかな。この三脚がないと RPG や機関銃を設置できないんだぜ。あと三脚使う人が二人いると押し上げた戦線の維持にめちゃくちゃ役に立つんだぜ。異常が独断と偏見で全部フォックスホールで意外と足りない生産物だぜ。 作って運ぼう三子の神器。